It's One Piece 大好きモッチースタート。今回のテーマはこちら、第1004話ラスト、謎の人物の正体。いやー、久しぶりに来ましたね。考察しがいのある衝撃展開でございます。最近のワンピースはバトル回が続いている状況で、考察好きのワンピースファンとしてはちょっと寂しい展開が続いていました。そんな中ですよ、今週発売の最新号1004話最終ページに描かれたのは、満身創痍の赤鞘九人男と同じ部屋にいるこの謎の人物です。で、この人物の正体、ストレートに日和か、死んだと思われている時か、それともすき焼き福六十、まさかのエネル。はい、最新話発売からまだ1週間も経っていませんが、考察会ではすでに様々な説が飛び交っております。ただいかんせん情報が少なすぎるので、どれも当たりそうな気がするし、逆にどれも外れそうな気もする。そんな感覚を持つ方々が多いのではないでしょうか。まさに小田先生が我々考察者たちに叩きつけた挑戦状という印象すらあるこの展開。結論からお伝えしますが、私もっちはこの謎の人物の正体、ズバリカイドウのもう一人の息子、ヤマトの弟にあたる新キャラなのではないか、さらにその新キャラは宮本武蔵をモチーフにしているのではないか、このように考えております。なぜここまでピンポイントで予想できるのか、その根拠を今から発表していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速参りましょうか。1004話ラスト、謎の人物の正体に迫ってまいりましょう。 It's One Piece 大好きモッチ NEXT。ほぼノーヒントと言える状況の中、あの人物がカイドウのもう一人の息子、ヤマトの弟だと思われる根拠を4つ用意しました。まずは髪？耳たぶ？それとも、はい、考察好きの方々はこの最後の一コマをかなりまじまじとご覧になられたんじゃないでしょうか。その中でも唯一にして最大のヒントとなり得そうなのがこの部分ですよね。ここ皆さんはどう思われましたか。まあ普通に考えたら髪ですよね。日和にしても時にしても、この構図でシルエットのみで描かれた場合、ほぼ完全一致しそうな気はします。そしてちょっとひねって考えると、耳たぶにも見えます。ワンピースにはこれまでゴッド、エネルや福六寿といった耳たぶキャラが出てきておりますので、まあ、可能性はゼロではないんじゃないかと言われています。ただ背中に太鼓がないことや頭の形も普通っていうことを踏まえると、予想としては超大穴馬券という印象は受けますね。そしてもう一つ考えたい可能性がヒゲです。カイドウの特徴の一つでもあるこのタイプのヒゲですよね。要するにこういうことです。皆さんもぜひお手持ちのジャンプでもう一度よく確認していただきたいのですが、これヒゲだと思って見れば見るほどもうヒゲにしか見えなくなってくるんですよね。そして意外と考察会の中でも髪や耳たぶの可能性に関しては多々触れられていますが、これをヒゲなんじゃないかと予想している人はかなり少ないように感じます。まあシルエットはシルエットですから、さすがにこれだけの根拠でこの人物がカイドウの息子と判断するには無理があります。続いての根拠を見ていきましょう。前々から引っかかっているポイントだったんですが、カイドウの家族問題、このワードには裏があるように感じていました。まずなぜカイドウはヤマトを息子と認めているのかという点です。ヤマト自身が男性を名乗るのは自分が光月おでんになりたいからですよね。その上でヤマトはカイドウに直接光月おでんになりたいという意思を伝え、ぶっ飛ばされたことが明らかになっています。そのまま20年も自由を奪われているわけです。つまりカイドウはヤマトイコールおでんを認めてないというか、絶対に許せない感情を持っているはずなんです。にもかかわらずヤマトを息子と呼んでいると、ちょっと変ですよね。この変な感覚を解消する仮説を立てるとするならば、カイドウにはもう一人息子がいる。その人物はヤマト以上のクセモノで、何かしらの家族間トラブルを抱えている。だからカイドウはやむを得ず、女であるヤマトを息子扱いし、新鬼ヶ島の将軍に抜擢した。こう考えると、光月おでんになりたいという娘をあえて息子と呼んでいることにも納得ができると思いませんか。さらにこの仮説によって納得できるもう一つの違和感がこちら。また家族問題でありんすか。はい、ウルティのこのセリフです。ヤマトは20年間自由を奪われていて、今回の戦で久しぶりに家族問題を引き起こしているわけですから、このウルティのまた家族問題でありんすかというセリフは十中八九カイドウに別の家族がいる伏線にはなっているはずです。それがトラブルメーカーの問題児、カイドウもう一人のバカ息子という可能性は大いにあると言えるのではないでしょうか。3つ目の根拠は百獣海賊団幹部飛び六方の佐々木です。
佐々木には未回収の伏線があります。996話のこのシーンですね。はい、まるでとんでもなく長い刃物がぐるぐる巻きにして収められているかのような異形の刀を抜こうとする佐々木、結果邪魔が入りこの戦いは流れます。なので佐々木のこの刀がどんな全体像なのか、そして佐々木自身どんな戦いをするのかはまだ明らかになっていないんですよね。佐々木、とんでもなく長い刀、この2つのワードで思い浮かぶのは江戸時代初期の剣豪佐々木小次郎、そして小次郎の愛刀備前長船長光です。その刀身の長さから物干し竿という愛称で呼ばれていた佐々木小次郎の刀、もちろんワンピース内では佐々木という名前がトランプ由来だということは分かっているんですけど、やっぱりどうしても小次郎を連想してしまいますよね。さらに小次郎モチーフのキャラがいるならば当然二天一流兵法の階層宮本武蔵。小田先生が昔から和の国の物語を早く書きたくてうずうずしていたことは考察会では有名です。数々の物語がすでにオマージュされている中、歴史上の剣豪の頂点に君臨していると言っても過言ではない宮本武蔵をスルーすることは考えにくいです。まあおでん二刀流っていうのもある意味での宮本武蔵オマージュだとは思いますけどね。満を持して登場する宮本武蔵モチーフの新キャラが実はカイドウのもう一人の息子というのはなかなかロマンがあるなと個人的には感じてしまうんですが、皆さんはどうでしょうか。最後の根拠はちょっとだけ重い話になりかねない太平洋戦争と和の国のつながりに関してです。和の国のこれまでの物語には奇襲や帰りの船を沈めるといった太平洋戦争オマージュの描写が多々見受けられます。まあ、詳しくは近日中に動画にする予定なのでその際にお話ししていきますが、太平洋戦争時の日本軍の切り札が戦艦大和です。映画や漫画にもなっているこの戦艦大和をご存知の方は多いのではないでしょうか。そして戦艦大和ほど有名ではありませんが、日本海軍最後にして最強の戦艦と呼ばれるのが戦艦武蔵。大和型戦艦の2番艦という位置づけでもあるこの戦艦武蔵は文字通り大和の兄弟戦とも言われています。つまり大和の唯一の兄弟は武蔵という弟になるわけです。ワンピースに置き換えると当然カイドウの一人息子だと思っていたヤマトには実は武蔵という弟がいるのではという大胆仮説が浮かび上がってくるわけです。さあ今回ご紹介した4つの根拠、カイドウそっくりのヒゲ、家族問題、佐々木と佐々木小次郎の共通点、戦艦ヤマトと戦艦武蔵、一つ一つの根拠はちょっと弱いんですが、これらを全て合わせて考えるとヤマトには武蔵という名の弟がいるのではという結論に至るわけです。ここで肝心なのはその大和の弟である武蔵が今回最新話でなぜ赤鞘国男を手当てしているのか、何を目的に行動しているかっていうことなんですが、正直わかんないですここから先を考えるのはまだまだ情報不足ですからね。根拠の薄い予想になっちゃうので見ている皆さんに丸投げしたいと思っております。まあ、とか言いながらストレートに日和っていう可能性も全然ありますけどね。皆さんは1004話のあの人物誰だと予想していますか。今回のテーマはこちら、太陽の神ニカの正体。ワンピース最新話1018話にてその存在が明らかになった太陽の神ニカ、全てが謎に包まれているかに思えるこのニカですが、私もっちおそらくはあいつだろう、いやあいつしかいないだろうというところまで絞ることができました。いつもは結論からお話ししておりますが、今回はあえて結論は伏せて皆さんと一緒に太陽の神ニカの正体に近づいていきたいと考えておりますので、ぜひともお付き合いください。ちなみにこれだけは言っておきますが、ルフィでもジョイボーイでもありません。ワンピース読者なら誰もが知っているあいつです。太陽の神ニカの正体、参りましょう。 It's One Piece 大好きモッチ NEXT。まずは今回1018話で判明したニカに関する情報を簡単にまとめましょう。こちら、太古の昔信じられていた存在、奴隷たちを救うとされている伝説の戦士、人を笑わせ苦悩から解放してくれる存在、そしてその名を口にしただけで消されてしまった者もいるという情報もありました。あとはジンベイが何かを知っている描写、そのジンベイ曰く半端な覚悟じゃ踏み込んではいけない歴史だと。さらにこの特徴的なシルエットと太陽の神ニカという名前も当然重要な情報になるでしょう。さあ皆さんはこれ初見でどのような感想を持ちましたか。太古の昔、奴隷、伝説、笑い、解放、太陽、これらのワードに加えて前回1017話からの流れである
赤髪のシャンクス、ゴムゴムの実、麦わら帽子、継承、これらのワードも加わりそうな雰囲気がありました。当然今後のワンピースにおける超重要キャラだというのは目に見えて感じたんですが、私もっちこの時点である種の違和感を感じたんですよね。それが突如現れた謎の新キャラにしてはヒントが多すぎねえか。もしかしたら尾田先生は読者の意識を誘導しようとしているんじゃないか。太陽の神ニカの存在が明らかになり1日経ったわけですが、多くの考察系 YouTuber さん、そして考察サイトさんが太陽の神ニカイコールジョイボーイイコールルフィ、このような仮結論に至ってるんですよね。さあこの結論は正しいのか、それとも尾田先生の思惑通り意識を誘導されてしまった結果なのか、私もっちの見解を発表する前に、まずは考察界の王道となりつつあるこちらの説を簡単に解説していきます。まず前提として、ルフィイコールジョイボーイという点に関しては説明は省略させていただきますね。これまでの数々の描写ヒントによって、こちらに関してはすでに疑いようのないレベルに至っております。これを踏まえて太陽の神ニカとジョイボーイ&ルフィをつなぐ根拠を紹介していきます。まずはこちら。根拠1、人を笑わせ苦悩から解放してくれる戦士。この文章はまさにという印象ですよね。ジョイボーイという言葉に含まれたジョイという文字や死の間際に笑うルフィのことを表しているかのような言葉です。ニカという名前に関してもルフィがニカッと笑う、この描写が由来なのではという解釈もされております。根拠2、特徴的なシルエット。今回シルエットが明かされた太陽の神ニカですが、空島編で宴をするこちらのルフィと、はい、驚くほどにリンクしております。太陽の神というワードに関しても、空島編の過去編で貸し神様に生贄にされかけていたカルガラの実の娘ムースの口から発せられており、深いつながりを連想させます。そしてニカのシルエットをよく見るとシャンディアの特徴に非常に近い印象もあります。このシャンディアの民とエネルが見つけた月の民はつながっている可能性が高いので、コミックス27巻の表紙、片目を閉じて羽を生やしているルフィともつながっていると考えられるかもしれません。太古の昔というワードに関しても、作中唯一この月の壁画の描写でのみ使われている点にも注目です。根拠3、何かを知っていそうなジンベイ。今回フーズフーがニカの名前を口にした瞬間、明らかに顔色が変わったジンベイ、その後珍しく感情的になっていたジンベイの様子、そして解放と自由という確かな信念を持って活動していた太陽の海賊団、これらを合わせて考えると太陽の神ニカは魚人島に深い関係があるのは確定と言えるでしょう。そして魚人島に残る謎といえばジョイボーイの謝罪文です。我々読者がジョイボーイという言葉を初めて耳にしたのがこの魚人島です。今回何かを知ってそうなジンベイのことを考えると、ここに繋がってくるのではないかという見方ですね。根拠4、ゴムゴムの実と麦わら帽子。今回太陽の神ニカというパワーワードの陰に隠れてしまいましたが、フーズフーの口から非常に意味深な言葉がありました。当時奴が被ってた麦わら帽子もゴムゴムの実もあいつが継承しちまってんだから、ここ先はそっちを向くよな。この継承というワードですね。ニカの存在が明かされたのはその次の瞬間ですから、どうしても太陽の神ニカという名称もジョイボーイという名称と同様に継承されるものなのではと考えられるわけです。さあ、ニカイコールジョイボーイイコールルフィの根拠はざっとこんな感じです。確かに納得できる根拠も多く、当たらずとも遠からずという印象は受けます。しかし私もっちはジョイボーイやルフィ以上の適任者が存在すると考えます。前置きが長くなりましたが、ここで発表しちゃいますね。物語の終盤、必ず訪れることになるであろう奴隷制度の完全終焉、それを実現させるその時に必ず現れるであろう太陽の神ニカ、太古の昔、月、奴隷、解放、魚人島、これら全てのワードから導き出せるジョイボーイやルフィ以上の適任者とはナミです。彼女しかいません。なぜここまで断言できるのか、その一番大きな理由は、今回の1018話に実はほとんどの方が気づいていない非常に不可解なセリフが隠されているからです。こちら。ねえナミ、オイラ昔みたいにしもべにしてくれる？何言ってんの、ダメよ、相棒なんてどう？皆さんお気づきになりましたでしょうか。そうです、この昔という言葉です。ナミがゼウスをしもべにしていたのはホールケーキアイランド編の途中からですので、物語的にはつい最近のはずです。それなのにゼウスは昔という言葉を使ったと、不可解ですよね。この非常に不可解なゼウスのセリフ、そしてその後のナミとのやり取りそのものが
小田先生が我々読者に与えてくれた太陽の神ニカ最大のヒントだと私は考えます。要するにナミとゼウスの非常に短いやり取りの中に昔、しもべ、相棒というワードがあり、それがそのまま太古の昔のニカの伝説、今なお存在している奴隷、いつか訪れる支配からの解放、これらをそれぞれ表現しているということですよね。そしてしもべから相棒にランクアップしたゼウスのこの表情は満面の笑顔という捉え方もできますので、人を笑わせ苦悩から解放してくれるという太陽の神ニカの伝説と完全一致、これを実現したのがナミであることから、太陽の神ニカイコールナミではないか、そんな仮説を立てることができるわけです。さあ、明らかに不自然なゼウスのセリフ、そしてニカの特徴と完全一致するナミとゼウスのやり取りを踏まえて導き出すことのできた太陽の神ニカイコールナミという大胆仮説、続いてはこの仮説を決定的に裏付けてくれるその他の根拠を紹介していきます。 It's one piece 大好きもジェイポップ。今回のテーマはこちら、太陽の神ニカの正体、完結編ですね。まずは前回の内容をパパッと振り返っちゃいましょう。ワンピース最新話1018話にて超重要キャラの匂いが漂う太陽の神ニカの存在が明らかになりました。詳細はこちら。はい、こちらご覧いただくと分かる通り、謎の新キャラにしては非常にヒントが多いと。もしかしたら小田先生が意図的に仕掛けているミスリードの可能性があるんじゃないかというお話をしてきました。巷の考察者さんのほとんどはこのヒントを受けて、ニカイコールジョイボーイイコールルフィ、このような結論にたどり着いている状況。すでに王道となりつつあるこちらの説に関しても前回の動画で短くまとめておりますので、気になった方は見返してみてください。さあ、そんな中、私もっちは巷の王道の考察とは全く別の結論を導き出しました。それが、太陽の神ニカイコールナミ説。一見ただの目立ちたがり屋が出した結論に感じるでしょうけど、私もっち大マジです。今回はいよいよこの結論を肉付けしてくれる根拠を紹介していきます。ぜひとも最後までお付き合いください。それでは早速いきましょうか。太陽の神ニカイコールナミ説完結編、参りましょう。 It's one piece 大好きもっち NEXT。ぶっ飛び結論感満載の太陽の神ニカイコールナミ説、ご紹介したい根拠は大きく3つです。まずは根拠1、奴隷制度とナミ。一つ目の根拠は、今回発覚した太陽の神ニカの性質の一つでもあるいつか奴隷たちを救う救世主的な存在という点に関してです。このチャンネルでは以前こちらの動画にて、今なお奴隷制度を採用し世界を牛耳っている天竜人とナミやココヤシ村の住人たちを奴隷同様に扱っていたアーロンとの共通点を取り上げたことがありました。こちら、はい、人間たちを下々民とし支配する天竜人、一方人間たちを下等種族とし支配するアーロン、そして天竜人が採用している天上金という制度、支払えないものは政府非加盟国に認定されてしまい最悪は殺されてしまうという恐ろしいシステムです。これと全く同じ制度としてアーロンが採用していたのが年貢です。大人1匹10万ベリー、ガキ1匹5万ベリー、1人でも払えなかったら町ごと潰すという形でココヤシ村の民たちを支配しておりました。さらに天竜人たちが奴隷に刻み込む天かける竜の蹄と何が刻まれたアーロン一味の入れ墨も気になる共通点です。ここで思い出したいのが、太陽の神ニカと深く関係しているであろう太陽の海賊団、彼らは天竜人の烙印に上書きする形で奴隷解放の象徴である太陽のマークを刻み込みました。一方ナミに関してもアーロン一味の入れ墨に上書きする形で、皆さんもご存知のこちらのタトゥーを彫っているんですよね。奴隷のシンボルを違うシンボルで上書きする、この極めて特殊な共通点はニカとナミを結びつける非常に強い根拠になるのではないでしょうか。そう考えていくと、ニカのシルエットとナミのタトゥーはどことなく似てるようにも感じます。これは単なる偶然の一致なんでしょうか。根拠2、ナミと月。麦わらの一味の中でもナミは未だに詳しい出生が判明していないキャラです。となれば当然我々読者が度肝を抜くような大きな秘密が隠されていてもおかしくはないはずです。
予測不可能と言われるグランドラインの機構を作中唯一予測できている点、サンジやアブサロムが天女や天使と表現している点、空島編では麦わらの一味で唯一月に連れて行かれそうになった点、これらに加えて56巻の SBS にてイメージ国がスウェーデンだと紹介された波、このスウェーデンにはなんとビルカという世界遺産にも認定されている遺跡があるんですよね。ビルカといえばエネルが月で見つけた古代遺跡の名前ですから、波イコール月の民というのはかなりあり得る話だと推測できるわけです。そして今回その存在が明らかになった太陽の神ニカもまた、そのシルエットに羽こそ見当たらないものの、太古の昔という共通ワードによって古代都市ビルカとつながりがあることは示唆されておりますよね。ワンピースの謎を紐解く上で最重要と言っても過言ではないこの月というワードで、ニカとナミはつながっているというわけです。根拠3、モデル。さあ最後の根拠は太陽の神ニカのモデルです。これまでの仮説を決定的に裏付けてくれることにもなるニカのモデルはこちら、ギリシャ神話の勝利の女神ニケです。こちらの像は1863年エーゲ海のサモトラキ島で発見されたことからサモトラ家のニケと命名され、現在はルーブル美術館に飾られております。有翼のニケという別名がある通り、その美しい羽が最大の特徴であり、神話上においても若く美しい女性として描かれていると。ワンピースの世界において羽といえばシャンディアや月の民ですから、太陽の神ニカのイメージとも完璧に一致します。そしてこの翼を持った若くて美しい女性というニケの設定は、ニカイコール波説を裏付けるだけでなく、現在巷で王道となっているニカイコールジョイボーイイコールルフィ説を否定する根拠にもなりそうですよね。さらに決定的なのがギリシャ神話上のニケのエピソードです。オリュンポス神族と巨神族との10年に及ぶ戦争ティターン戦争では、他の兄弟姉妹たちと共にオリュンポスを率いたゼウスに味方し、その功績によってゼウスと桔梗を共にする最も近しい従者になった。はい、なんとニケはゼウスと深いつながりがあるという設定なんですよね。これらを踏まえて今回太陽の神ニカの存在が明かされた1018話におけるナミとゼウスの会話を思い出してみましょう。いかがでしょうか。これまでの根拠を全て踏まえて改めて見返してみると、小田先生が仕掛けてるように感じませんか。昔みたいにしもべにしてくれるというこのゼウスのセリフは、大昔から続く世界の奴隷制度を表現しており、何言ってんのダメよ相棒なんてどうというナミのセリフは、この奴隷制度をナミたちが終わらせる未来、そして全人類全種族が対等な立場となる未来を表現しているということですね。さあ総まとめ参りましょう。 It's One Piece 大好きモッチ NEXT。はい、ただの目立ちたがり屋が出した結論にも思えたニカイコールナミ説ですが、奴隷制度とナミの深い関係性、月の民と噂されているナミ、さらにはニカのモデルとなったサモトラ家のニケの神話上の設定が、それぞれニカとナミをつなげる根拠になることをお話ししてきました。そしてこれらに加えて1018話のナミとゼウスの非常に意味深なセリフを考えると、ニカイコールナミ説はかなり現実に帯びてくるのではないかと個人的には感じますが、皆さんはどうでしょうか。ワンピース最終回で必ず訪れるであろう自由の勝利、そして奴隷制度の完全終焉、もちろんジョイボーイとなったルフィが最高の活躍を見せることは確定しているでしょうけど、ここやし村を解放するために幼少期から一人動いていたり、助けを求める子供たちを積極的に救おうとしたりするナミが持つ性質を考えると、やはり全てが終わった後太陽の神ニカの称号を得るのはルフィではなくナミであると私もっちは考えます。ワンピース大好きモッチ NEXT。 今回のテーマはこちら、ワンピース1024話、徹底考察。幼少期のヤマトの可愛さに心を奪われてしまった方も多くいらっしゃるでしょうけど、実はこの1024話には非常に興味深い裏テーマが隠されております。さあいつも通りまずは結論から参りましょう。最新話1024話、何がしに隠された裏テーマとはズバリ、モーガン編の匂わせです。100巻を超えたこのタイミングでまさかまさかのモーガン編ですよ。改めてこのワンピースには一つとして無駄な物語はないんだな、全てが繋がっているんだなと考えさせられるわけですが、実はこのワノ国編とモーガン編の繋がりはかねてよりマニアックなファンの間で考えられてきたポイントでもあったんですよね。まずはその根拠となる描写からご覧ください。はい、ドン。フードフー、すでにご存知の方はかなりの考察好きとお見受けいたします。
はい、物語の第3話モーガン編のスタート回で描かれた何気ない一コマです。これはもちろん飛び六方のフーズフーにつながりますよね。まあ正確に言うならばフーズフーとフードフースペルまで完全一致しているわけではないのですが、言葉遊びの天才小田先生のことですから、当然意図的に仕掛けられた伏線の可能性が高いのではと考えられているわけです。ただここまでの説明を聞いてこう考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。ワノ国編とモーガン編がつながってるからってそれが一体何なの。はい、2つの物語の共通点を見つけるだけで終わってしまったらこじつけや偶然という言葉で片付けられてしまうこともあります。だからこそ私モッチーはこれらを今後の展開を紐解くヒントとして捉え、その先に何が見えてくるかを予想したいと考えております。言葉では分かりづらい部分もあると思いますので、早速本題に入っていきましょう。まずは今回の1024話にどのようなモーガン編匂わせがあったかを簡単に説明してまいります。1. おむすび。はい、こちら9月3日に発売されたばかりのビブルカード百獣海賊団編で判明した事実とのつながりですよね。1024話で登場したひょうきんな顔の形をした彼の名前はおむすびだったようです。本編で正式におむすびとして登場したわけではありませんが、この独特な体型、顔の輪郭はおむすびそのものと言っても過言ではないでしょう。さあこのおむすびがモーガン編とどうつながるのか。リカです。モーガン編のキーパーソンだったリカ、彼女は貼り付け状態で9日間飲まず食わずだったゾロに砂糖で握ったおにぎりを差し入れしてあげた、まさに命の恩人的キャラクターです。はい、おむすびとおにぎり、ビブルカードの情報を入れておかないと見逃してしまう伏線というのはなかなか憎い匂わせですよね。2. シチュエーション。今回のヤマト過去編のシチュエーションそのものにも匂わせがあります。幼少期のヤマトは岩屋の中で頭を冷やせ1ヶ月の猶予をやるとカイドウに言われ、両腕に手錠をかけられ拘束されます。一方インパクト大の初登場となったモーガン編のゾロ、1ヶ月生き延びたら助けてやるというヘルメッポとの約束を信じ両腕を縛られ拘束されているという状況でした。1ヶ月の猶予、両腕の拘束、これは完全一致と言えるかもしれませんね。 3. 下月牛丸。さあガンガンいきますよ。今回登場した下月牛丸と思われる男の背中にはおそらくは家紋なのでしょうが、2本の交差する刀の入れ墨が彫られていましたよね。一方モーガン編第5話海賊王と大剣王にて幸四郎が初登場した際にはすでに2本の刀が交差するシンボルが描かれておりました。これらの描写は単純に牛丸とゾロが似ているという話だけではなく、血縁的な部分も含めて下月家と下月村のつながりを再確認してくださいねと言わんばかりの描写だったのではないでしょうか。4. 大口のまかみ。モーガン編とのリンクはこんなもんじゃございません。ここで皆さんに思い出していただきたいのがゾロが貼り付けになった理由です。そうです、ゾロはモーガン大佐の息子ヘルメッポが飼っていた狼を切ったことで貼り付けにされました。ワノ国での狼といえばヤマトの悪魔の実、犬犬の実、モデル大口のまかみですよね。改めてですが、大口のマカミは日本オオカミが神格化した存在ですので、ここも非常に強い根拠になりそうですよね。さあ本当はまだまだ細かい共通点匂わせがあるんですが、もう十分に伝わったと信じて今回の考察で一番大事な、だとしたら何がわかるのかという点を発表いたします。ズバリ、ワノ国編の桃太郎オマージュ最後の一人は誰なのか、詳しく見ていきましょう。ご存知の方も多いでしょうけど、ワノ国編には非常に分かりやすい形で桃太郎オマージュが採用されております。私の記憶が確かならきっかけはおそらくカイドウの根城がそのまま鬼ヶ島だと判明したあたりですかね。そこから数々の考察者さんたちがこのような形で
桃太郎オマージュの配役を予想しておりました。ただヤマトの能力が犬のみ幻獣種だと判明したことによって犬の配役が犬嵐からヤマトに変更になりました。これはでしょうねっていう感覚ありましたよね。犬嵐と猫マムシはこれまで綺麗に対をなす形で描かれてきました。そんな中犬嵐だけが桃太郎オマージュに採用されるっていうのは法則として美しくないというかめちゃめちゃ違和感がありましたからね。ただそうなってくると現在記事担当のマルコに関しても何とも言えない違和感があると思いませんか。そもそもマルコは記事ではないですし、どちらかというとサポートに徹する立ち位置でこの戦争に参加している状況です。となると、このワノ国編で採用されている桃太郎オマージュを綺麗に完成させるためには、マルコの代わりの適任者を探す必要があるはずです。さあここです。ワノ国編の鍵を握るマルコに代わる正当なる記事担当者とは一体誰なのか。ここで私もっちが考えたいのが、最新話で様々な匂わせが散りばめられていたモーガン編、その中で非常に重要な意味を持ったゾロの過去編、幼少期とはいえあのゾロが2001連敗を喫した相手、不慮の事故によりこの世を去ってしまったとされる和道一文字の持ち主、漢字表記にすると水生地を表す女性キャラクター、クイーナに関してです。 It's One Piece 大好きモッチ NEXT。 さあいきなりですが、私モッチは正当なる記事の候補者を2人に絞らせていただきました。1人は当然クイーナです。そしてもう1人に関してはこの時点ではあえて伏せて進行させていただきますね。全てを説明し終わった後に皆さんにそれぞれご判断いただきたいなと考えております。ちなみにですが、そのもう1人の候補者は日和でも時でも青生地でもございません。皆さんもよく知るあの人物です。はい、気になることはたくさんあると思いますが、1つずつ解決していきましょう。まずは1人目の候補者クイーナに関してです。前回の動画に寄せられたコメ欄の雰囲気を見てもクイーナが今なお超人気キャラクターであることは疑いようがないのですが、彼女の再登場を予想するならば絶対に避けては通れない壁があります。それはもちろん、クイーナって死んだんじゃねえの、ここですよね。まずここをクリアしないことには皆さんに真剣に耳を傾けてもらえないことは重々理解しております。そこで紹介したいのが、以前からマニアックな考察ファンの間でまことしやかにささやかれているクイーナ生存説に関してです。考察好きならば一度は耳にしたことがあるであろうクイーナ生存説とは一体どんな説なのか。この説大きく4つの根拠から成り立っております。ご存じない方のために解説していきます。1、死因。一つ目の根拠はクイーナの死因があまりにも不自然だという点です。階段から落ちて死んだとされているクイーナですが、その前日の描写ではあのゾロを相手に2001連勝するほどの圧倒的強さを誇っていることが描かれていました。そんなクイーナが果たして階段から落ちただけで命を落とすのか、そんな疑問が浮かび上がるのは当然ですよね。それあの頃はゾロも子供だったし、まだまだ弱かったんじゃねえのなんていう感覚を持つ方はこちらをご覧ください。はい、589話で描かれたこの幼少期のゾロはなんと自分の背丈以上の岩石を担ぎながら580回以上もスクワットしてるんですよね。この時点ですでに2人が常識外れの強さを身につけていることは疑いようがないわけです。続いて2、女の子の限界。2つ目の根拠は今思い出しても涙腺が刺激されるクイーナの名台詞です。女の子が世界一強くなんてなれないんだってパパが言ってた。ゾロはいいわね、男の子だから。私だって世界一強くなりたいよ。このワンピース屈指の名場面で強調されたクイーナの夢が世界一の大剣豪だということ、女の子じゃそれは果たせないということ、男に生まれたゾロを心から羨んでいること、はい、これらクイーナの悩みはある人物の能力によってすっきり解決できることを我々読者は知ってますよね。これが2つ目の根拠になります。ガンガンいきましょう。3、革命軍。3つ目の根拠は先ほどもご紹介しました589話のこちらのページです。はい、ドン。ルフィ、エース、サボの過去編にて非常に意味深に描かれたこの場面では、なんと下月村の道場と革命軍につながりがあるということが判明しました。革命軍といえば性別を自由に変えられるホルホルの実の能力者イワちゃんことエンポリオイワンコフが在籍していますよね。先ほどのクイーナの悩みを踏まえますと、これだけでもすでに十分強い根拠と言えるのですが、このページではなんと
悔いなが竹刀を持って修行しているその一コマに、わざわざ昼間見たかでっけえ顔の人間というイワンコフを示唆するセリフが添えられているんですよね。同じページというだけではなく同じ一コマにです。そしてそしてこの589話のタイトルは空運の志。この言葉の意味は時代の流れに乗り大きなことを起こそうとする野心のこと、世の中が非常に不安定な状態で大きく変動しようとすることの例えです。もちろんこれはゴア王国の激動に巻き込まれたルフィたちのことを指したタイトルなのですが、あの尾田先生のことですから、もしかしたら世界一の大剣豪になるという野心のために何かを大きく変えようとしているクイナのことも同時に指していたのではと予想することができるわけです。さあまだあります。4、クイナの墓。極めつけとなる4つ目の根拠は617話のこちら。はい、扉絵連載世界の看板シリーズですね。クイナに報告というタイトルの通り、死んだと思われているクイナの墓が描かれているのですが、その隣に注目。なんと岩ホニャララと掘られた墓石が存在しています。ワンピースの世界で岩から始まるキャラクターといえばイワンコフしか思いつきません。そして当然イワンコフは現在も死んではおらず生きているキャラクター。はい、ここまでの4つの根拠を全てつなぎ合わせると浮かび上がる一つの物語がこちら。クイナの実の父親である孔子郎は、我が娘が抱く世界一の大剣豪になるという大きな夢を叶えるチャンスを与えるべく、親交のあった革命軍の幹部イワンコフにクイナの性転換をお願いする。奇跡なめんじゃないよでおなじみのイワンコフはクイナに問いかけます。女としてのあなたは死ぬ。生半可な覚悟じゃ生まれ変わることなんてできない。それでも本当に男になるのか。悩むクイナだったが、決定的な瞬間が訪れる。ゾロに2001連勝したあの夜、二人で交わした約束。いつか必ず、俺かお前が世界一の大剣豪になるんだ。どっちがなれるか競争するんだ。はい、ここでクイナは女としての人生を終わらせ、男として修羅の道を歩むことを決断する。その翌日、クイナは実の父孔子郎の協力によって死を偽装したと。さらにこの事実を指し示す伏線として、クイナとイワンコフが繋がっているかのような描写が数々仕掛けられていると。はい、これが巷で噂されているクイナ生存説です。さすがに葬式まで挙げて偽装ってことはないんじゃないかというお声も上がりそうですが、現にこれまでのワンピースでは世間的にはあえて死んだことにして違う人生を歩んでるキャラクターは何度か描かれているんですよね。となると、あの時のクイナに関しても実は偽装だったという可能性はゼロではないはずです。さあ、クイナが生きているという衝撃展開に可能性を見出すことができたところで、次の段階に参りましょう。ワンピース考察会の歴史を語る上で絶対に欠かせない一つの伝説があります。それが某巨大掲示板の予言です。こちらに関してはもちろん信じるか信じないかはあなた次第という話ではあるんですが、現に一味がバラバラになること、白ひげとエースが死ぬこと、ルフィがドフラミンゴと戦うこと、海軍大将の一人が元帥になること、もう一人の大将が海軍を抜けること、ルフィが死に別れたはずの兄弟と再会することなどなど、その後のストーリーを次々に言い当てる投稿があったんですよね。さらに予言はこれだけでは終わりません。数年後、最初の予言の投稿者と全く同じ名前で、次は和の国に関する予言が投稿されました。その内容がこちら。和の国編で出てくる新キャラの一人は侍、年齢は22歳、女性人気が出そうなキャラ、黒髪で雰囲気はちょうどナルトのサスケのような感じ。現在は侍としてカイドウの元にいるが、実は革命軍のスパイ、最初は敵で途中から味方、ゾロと1対1の剣勝負をしていい勝負をする。ゾロはある刀をそのキャラと交換する。その人物はイワンコフのホルモン注射で女から男になった、これまで死んだと思われていたキャラ、ゾロとは昔会ったことがある。いやー、やばいっすよね。先ほど考えたクイナ生存説がビタリ的中しているかのような衝撃的な予言となっております。ただこれが元公式サイドの人間のリークであれば立派な裏切り行為ですし、もちろんこれを考察のメインの根拠にはいたしませんが、クイナ生存説、クイナ再登場説を語る上では決して無視できないポイントであることは間違いないので紹介させていただきました。そしてこういう話になると必ず上がる声の一つとして、小田先生は巷の考察はチェックしているから確信をついてしまった場合ストーリーを変えられるって言ってたよね。そんな視点です。
確かに小田先生のこれまでの性質を考えると負けず嫌い、サプライズ好きという性格ははっきりと見て取れます。ただもう変更することができないストーリーというのは間違いなく存在しているはずです。それこそが私もっちが考察台本を作る上で意識しているポイントでもあるんですよね。悪魔の実の名称やバトルの行方、それを見事的中させる考察者さんも素晴らしいとは思うのですが、やはり私もっちもう変更することができないワンピースの重要な設定やストーリー展開、それらを考察することに夢がありロマンがあると考えてるんですよね。そしてそういう意味で言うと、最初の予言にもあったメラメラを食べるのはサボであるという予想、私の記憶が確かなら闘技場の景品がメラメラの実だということが判明した時点で、考察会ではメラメラを食べるのはサボしかいないというのが王道になっていたはずです。巷の考察を小田先生がチェックしているのならば、当時間違いなく耳に届いていたことでしょう。しかし結果はストレートに予想的中でしたよね。このことからもわかる通り、あらかじめ巷で予想されていようとも、もはや変更ができない設定も存在しているという見方ができます。そしてそれこそが死んだと思われているクイナの再登場であると。さあ本日お話ししてまいりましたクイナ生存説、某掲示板の予言、小田先生の性質、これらに加えて前回お話ししましたワノ国とモーガン編の深すぎるつながり、そして漢字表記で水生地を表すクイナという名前、これら全てを踏まえますと、桃太郎マージュ最後の一人マルコに代わる記事担当者は下月家の血を正当に受け継ぐクイナである、そんな結論を導き出せるわけです。クイナと再会を果たすゾロのことを想像するだけで熱いでございますが、冒頭でお話しした通り正当なる記事の候補者はもう一人おります。今回のテーマはこちら、ワノ国の衝撃展開、オタマが成人化して記事となる未来、記事の候補者はクイナの他にもう一人存在するということをお話ししてまいりました。さあそのもう一人の候補者こそ今回のテーマでもあるオタマです。そもそもオタマに記事要素なくねと考える方も多いでしょうから、私が導き出したこの考察の結論から発表していきます。オタマは間もなく忍の能力によって成人化するだろう。その際に明らかになるのは、オタマの正体はキジのハーピーという事実である。詳しく見ていきましょう。このオタマイコールキジのハーピー説というぶっ飛び考察を現実的にあり得る話だと思っていただくために、まずはルナーリア族であることが判明したキングに注目していきます。クーズ風の口から語られたルナーリア族には神の国、発火など実に難しい考察要素が散りばめられております。こちらに関しては別動画で詳しく考察していく予定でおりますが、この段階で考えたいのはキング単体の決定的に不自然な箇所に関してです。それはズバリ羽です。竜の実モデルプテラノドンであることが明かされたキングですが、彼の羽は明らかに獣型と人型で全く別物として書き分けられているんですよね。獣型の羽は当然悪魔の実によって生えたものだと判断することはできます。ただ人型の時のこのふさふさ感のある羽は一体何なんでしょうか。ルナーリア族の特徴の一つということなのか、それとも何か別の種族との混血ということなのか、まだまだ判断材料が少なくはっきりとしたことは言えないのですが、オタマイコールキジのハーピー説を考えていく上でこの羽の生えたキャラが重要な鍵となります。ワンピース作中にこれまで登場しているキング以外の羽の生えたキャラを思い出しておきましょう。まずはやはりエネルが見つけた月の壁画に描かれていた月の民たちですよね。そしてシャンディアの人々、スカイピアの人々、ブルージ、ラフィット、モネ、キテツ、あとはシャオたちの種族も特殊な形状ですが羽を持っておりました。空島の人々は実際の飛行能力はないようですが、キング、ラフィット、モネ、シャオたちは実際に空を飛んでいる様子が描かれておりますので、少なくとも飛べる種族は 100% 存在すると断言できるはずです。ルナーリア族云々も確かに大事なんですが、この飛べる種族が存在するという事実そのものが今回非常に重要です。続きまして、物語で唯一ハーピーという存在であることが明かされているモネを深掘りしていきます。まず最初に考えたいのが、モネの羽ってローの能力で付けられたんじゃなかったっけという我々が持っている共通認識に関してです。パンクハザード編で描かれていたのはローによって改造をされた特徴的なキャラクターたちでした。その中に紛れる形でモネが登場したこともあり、我々読者は
きっとモネの羽もローによって付けられたものなんだろうと自動的に解釈してしまっている状況です。ただ私もっちはこの解釈こそ小田先生が仕掛けたミスリードだったのではないかと考えたいです。そう思われる根拠は3つです。1. ロギアの適用範囲。モネは雪行きのみの能力者、つまりはロギア系なわけですが、こちらのシーンにご注目ください。非常に細かい部分なんですが、ここ羽の部分までしっかりと能力が適用されていることが見て取れます。要するにこの羽を後付けパーツだと仮定してしまうと矛盾が生じてしまうわけです。これは金右衛門の例を見ると分かりやすいかもしれませんね。ローの能力によって体のパーツをバラバラにされていた金右衛門、その中の胴体部分だけが湖に沈んでしまい行動が制限される描写がありましたよね。これが何を意味しているかというと、ローによってバラバラにされた各パーツはあくまでも本来の持ち主の性質を引き継ぐということです。つまり例えばモネの体に金右衛門の胴体をくっつけたところで、それは金右衛門の胴体でありロギア化することはできないであろうと考えることができるわけです。ただモネは昔羽が生えていなかったことはしっかりと描かれております。ローの能力じゃないとしたらどうやって羽を手に入れたのかという疑問は残りますよね。そこが2つ目の根拠です。2. 幼少期。ドン・キホーテファミリーそれぞれの幼少期が SBS で描かれることがありました。その中のモネを改めて確認していきましょう。はい、ドン。幼少期の彼女に羽が生えていないことは一目瞭然ですが、その手に持っている本に注目。はい、バードと書かれた図鑑のような本を大切に持っているんですよね。これ単純に鳥が好きなだけという可能性もあるでしょうけど、普通に考えれば彼女は自分がハーピーであることを認識しており、この世界にどんな種類の鳥が存在しているかを調べていたと考える方が自然なのではないでしょうか。魚人や人魚の覚醒遺伝のケースを踏まえましても、ハーピーという種族がどんな特徴を持って生まれてくるかは蓋を開けてみないとわからないのでは予想できるわけです。 3. 年齢。はい、モネの羽が自前の羽である最後の根拠は彼女の年齢です。こちらに関しては751話の SBS にて詳細が語られています。モネの実の妹であることが判明しているシュガーに関する小田先生の返答ですね。これは裏設定あるんですけど、実はいろんな都合を考えてみるとそんなにオーバーハンじゃないんですよ。現在10歳で見た目は止まってますが、実年齢は22歳です。ということでシュガーの年齢が本来22歳、そしてモネの年齢が30歳であることも判明しました。裏設定30歳特殊な種族という言葉を並べるとピンとくる描写がありますよね。人魚は30歳を境にヒレが二股に分かれるという設定です。そろそろ私が何を言いたいのかバレてるかもしれませんね。そうなんです、この人魚の設定がハーピーにも採用されているとしたら全ての辻褄が合うんです。モネはハーピーとして生を受けた。バードの本を持っていたのは自分が何のハーピーとして生まれたかを調べていた。ドン・キホーテファミリー加入後ある一定の年齢に達し羽が生えた。自前の羽だからこそロギア化が適用された。はい、パンクハザード編でローに改造されたキャラクターをたくさん配置していたのはこの事実をカモフラージュするための小田先生の手法だったんじゃないでしょうか。そしてこう考えていくと今なお解決していないモネの正体に関する最大の謎、姿を変えてお前を尾行していた、考察会でも長年放置されているこのセリフもすっきり解決できてしまうんです。はい、675話にてシーザーの口から語られた重要なセリフ。さすがのお前でも気づきようがなかったろうが、モネが気を利かし姿を変えてお前を尾行していた。これ皆さんはどう解釈されましたか。おそらく多くの方が、え、モネって姿変えれんの、なんで雪雪で、まあいっか、こんな感じでスルーしてるんじゃないでしょうか。確かに雪雪の能力であれば自分自身の姿形は自由に変形できますので、彼女が姿を変えること自体は造作もないでしょう。ただローですら気づかないレベルとなると話は変わってきます。そこでこれまでの仮説をベースに私もっちが考えたいのが、モネは雪雪ではなくハーピーとしての能力、鳥の能力を使って姿を変えたという可能性です。こちらに関しても魚人のケースを考えれば非常にわかりやすいです。例えばゼオ、魚人島編で登場したゼオはサメの一種であるオーセの魚人でしたが、その特徴である擬態能力を使用し地面にいる間は透明になることができるキャラクターでした。他にも魚人は様々な能力を持っていることが描かれてきましたが、それらは全てモデルとなった魚の能力に由来しております。となればハーピーという種族に関しても
複数のモデルが存在しており、それぞれがその特殊能力を使用できるのではという予想が立てられるわけです。ではモネは一体どの鳥がモデルなんでしょうか。シーザーの口からはモネがはっきりどのように姿を変えたかまでは語られていないので、ざっくりとですがローに気づかれなければ OK と考えましょう。気づかれずに尾行するとなれば、やはりゼオのような透明化が一番わかりやすいです。だとすると、例えばですがヨタカ、この鳥の特徴がまさに擬態です。モネがヨタカのハーピーならば、ローに気づかれずに尾行をするという一見不可能なミッションも可能になるのではないでしょうか。さあ、これまでの常識がひっくり返るきっかけにもなりそうなハーピーの新概念、ここまでをご理解いただければ、あとはそんなに難しい話ではありません。今回のテーマでもあるお玉がキジのハーピーである可能性を考えていきましょう。私がお玉とキジを結びつけて考えるのは主に3つの理由からです。1. カラーリング。お玉のカラーリングは非常に特徴的で、緑がベースの和服に紫の髪、そして鉱物がリンゴということもあり、このように手に赤いリンゴを持つ姿で描かれることの多いキャラクターですよね。さあ一方、キジのカラーリングはというと、いかがでしょうか。緑、紫、そして赤、お玉のカラーリングはキジをモデルにしていると考えれば非常に綺麗な設定ですよね。 2. 熟の実。今回の考察の流れで、モネはとある年齢からハーピーになったのではないかという仮説を提示しました。これをそのままお玉に当てはめると、仮にお玉がハーピーだったとしても、それがわかるのは十数年後となってしまいます。この問題を解決してくれるのが熟の実です。ジャンプ勢は当然お分かりいただけてるでしょうけど、最新話付近、8歳の桃之助が忍の熟の能力によって成人化しました。ここがこの考察の一つのポイントでもあったんですよね。熟の能力が人に対しても有効かどうかが分からない以上、確信を持ってお話できない状況でした。だからこそ桃之助が無事に成人化したことを確認できたこのタイミングの発表になったわけです。はい、お玉も桃之助同様成人化します。なぜそう言い切れるのかと申しますと、お玉にも成長したい理由がはっきりと存在しているからです。 3. 妖艶。海賊は強くなきゃ無理だ、今度来た時お前が妖艶なくの市にでもなってたら連れてってやるよ、約束でやんすよ。はい、頂上戦争にてエースが死んでしまったことによって、二人が交わしたこの約束は果たされぬまま終わってしまったわけですが、お玉の海に出たいという気持ち、そのために強くなりたいという気持ちは変わっていないはずです。そんな中、成人化した桃之助を見てしまったら、オラも大人になりたいと忍に懇願するのは想像に耐えすぎですよね。そしてワンピースの中で妖艶といえば、もう一つこちらのシーンが思い出されます。しかし見ろ、あの姿人間じゃねえ、ハーピーだ、それを差し引いても可愛いぞ、むしろ妖艶な魅力。実はすでにハーピーと妖艶というワードはつながっていたんですね。言葉と現象に統一感を持たせることの多い小田先生のことですから、妖艶という言葉でつながるこの二人、全くの無関係と考える方が無理があるのではないでしょうか。さらに付け加えるならば、お玉が常々行動を共にしていたのは小町よとひひまる、そうなんです、本物の犬と本物の猿なんですよね。となればやっぱりお玉は本物のキジなんじゃねえの、小町よとひひまるはそのための伏線キャラなんじゃねえのと考えることができるわけです。ということで、キジと同様のカラーリング、熟の実と成人化、ハーピーと妖艶、これら3つの根拠に加え、小町よとひひまるとの関係性も合わせて考えますと、お玉は間もなく忍の能力によって成人化する、その際に明らかになるのは、お玉の正体がキジのハーピーだという衝撃事実である。妖艶さと強さを同時に手に入れたお玉は、桃太郎オマージュ最後の一人、正当なるキジ担当者としてカイドウの前に現れる。はい、これが私もっちが導き出した最終結論です。冒頭でもお話ししました通り、個人的に見たいのはもう一人のキジ候補者、死んだと思われているクイナの再登場なんですが、その場合はやはりストーリー展開的にやや突拍子のなさがあるのが気になるところですよね。その点今回のお玉に関してはストーリー上も無理がなく、かつ衝撃とワクワクも同時に感じれる展開になりそうです。皆さんは記事担当者は誰だと思いますか。コメント欄の方までご意見をお寄せください。It's One Piece 大好きモッチー。今回のテーマはこちら、
麦わらの一味10人目はお玉完全確定。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。はい、ワンピースという壮大な物語のスタート地点でルフィの口から発せられたこのセリフにより、麦わらの一味の最終メンバーはルフィプラス10人の合計11人になるのではないか、そんな説が王道になっていることは皆さんもご存知かと思います。ワノ国にて、ソーダ種ジンベイが無事に正式に仲間に加わった時点での麦わらの一味の人数は、ルフィプラス9人。となるとやはり気になるのが、最後の一人、10人目は誰だという点ですよね。巷では様々な説が流れていますが、私モッチーは最新話1009話のとある描写によって、その最後の一人は完全に確定したと考えます。その人物とは、お玉。はい、10人目お玉説に関しては考察好きの皆さんなら一度は聞いたことがあると思います。そこまで珍しい結論ではありませんよね。ただ最新話1009話の描写に関して詳しく解説している人は少ないように思うので、この機会にぜひ10人目イコールお玉説の最新情報をご確認いただければと思います。それでは早速いきましょうか。10人目イコールお玉説最新情報参りましょう。 It's One Piece 大好きモッチー NEXT。世間でも割と有名な10人目お玉説ですので、今回は最新情報に絞ってお話しさせていただきます。全くもってご存じない方はネット検索や YouTube 検索でお玉仲間とかお玉10人目で調べれば出てきますので、ご覧になってみてください。さあ、今回ご紹介したい最新情報とは、史上初の異常事態、1009話の扉へ。もしかしたら私と同じように違和感を感じた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。最新話1009話の扉へをまずはご覧ください。はい、ドン。この扉へ、ジンベイが当たり前のように正式メンバーとしてこの絵の中に収まっていることにも感動を覚えますが、やはり注目すべきは画面中央、麦わら帽子を持つお玉ですよね。ルフィの宝物、麦わらの一味の代名詞と言っても良い麦わら帽子をその手に持っているお玉。もちろんこの時点で十分異例と言える描写ですし、麦わら帽子を持っているということは麦わらの一味に加入すると紐付けることができるかもしれません。しかし今回ご紹介したい史上初の異常事態というのはそこではございません。この構図そのものが長きにわたるワンピースの扉への歴史の中で史上初なんです。さあ、どういうことなのか詳しく見ていきましょう。まずはこの1009話のカラー扉絵ですが、ベースとなっているのは読者からのリクエストであることが分かっております。雨の日にお玉が小松代と一緒に麦わらの一味のお地蔵さんに編み傘をかぶせてあげているところ、ペンネームはちみつなめこさん。はい、はちみつなめこさんからのリクエストだったんですね。はちみつなめこ何なんでしょうね。なんか登録者4万人いるけど広告はついてないエロ系 YouTuber みたいなはちみつなめこさん。はい、はちみつなめこさんの正体はとりあえず置いといて、1009話の扉絵ベースとなっているのがリクエストであるならば、要するにこれは扉絵リクエストシリーズに位置付けられるわけです。扉絵リクエストシリーズといえば、通例で言うとモノクロの扉絵になっていることはご存知の方も多いのではないでしょうか。ただこのカラー見開きの扉絵リクエストというのは今回が初ではありません。過去に一度だけ今回と同様のケースがありました。それが976話のこちら、結構最近ですね。この976話にて読者のリクエストがカラー見開きで描かれるというサプライズが起こりました。そしてこの976話をリクエストしていたのが、はちみつなめこなんと過去に2枚しかないカラー見開きの扉絵を、あのはちみつなめこさんが、登録者4万人の LK YouTuber、あのはちみつなめこさんがどちらもリクエストしてるんですね。こうなってくるとこのはちみつなめこさんががぜん気になってきましたので調べてみました。この方ツイッターをやられてるんですね。そしてご本人のツイッターアカウントのホーム画面に気になる文章を見つけました。それがこちら、ワンピースが一番のお楽しみ、840話と923話と946話と976話で扉絵リクエストを採用していただきました。1009話は参考採用。はい、なんと今回注目している2枚の扉絵だけではなく、ちょくちょく採用されている方だったんですね。そして気になるのは、1009話は参考採用、この言葉。要するに今まではリクエストした文章がそのまま正確に採用されていたが、今回の1009話に関してはリクエストを参考にして少し変更を加えたものが採用されたということになるようです。それを踏まえてもう一度1009話の扉絵を確認すると、確かにはちみつなめこさんは雨の日というリクエストをしているのに実際は雪の日になっていたりと、細かい部分も目につくのですが、一番大きな疑問点は、
リクエストはあくまでも麦わらの一味のお地蔵さんとなっているだけであって、麦わらの一味本人たちを全員集合させるという条件はなかったことがわかります。つまり小田先生はこのリクエストを参考にして意図的に少しだけ内容を変更、麦わらの一味フルメンバープラスお玉という構図の扉絵を描いた、そんな事実が浮かび上がってきます。そしてそれこそが歴史上初の異常事態につながってくるんです。さあ、ここまではちみつなめこさんの活躍を中心にお話ししてきましたが、何が言いたいかというと、今回採用された構図、麦わらの一味フルメンバープラス一人という構図のカラー見開きは、今回の選球話が歴史上初めてだったということです。これ今回は時間の都合上、新世界以降の410話分75枚の扉絵のデータになりますね。その75枚の中にはただの1枚もフルメンバープラス1人という構図はありませんでした。もしお時間に余裕のある方がいらっしゃったら、新世界前の扉絵も確認してみていただきたいですね。例外パターンなどあれば若干この根拠は弱くなる可能性もありますので。はい、今回の選球話で歴史上初となった麦わら一味フルメンバープラス一人の構図、そしてその一人がお玉であり、麦わらの一味の象徴でもある麦わら帽子を手にしていると。ただなぜこれをこのタイミングで第選球話で描く必要があったのでしょうか。選球話もしかしたら小田先生はこの語呂合わせを成立させるために選球話を選んだのかもしれませんね。鬼ヶ島での大戦争真っ只中の現在のワノ国ですが、小田先生はそれに先駆けて12名の仲間がお玉ということを匂わせているのでしょうか。真実が明かされるのを期待して待ちたいですよね。It's One Piece 大好きもっちおしまい。さあ、いかがでしたでしょうか。10人目イコールお玉説、最新情報、巷で考察されている様々な根拠に加えて、今回ご紹介した歴史上初の構図によってほぼほぼ確定と言っていいレベルになったのではないでしょうか。とはいえ考察に 100% はありませんから、他の10人目候補に関してもまだまだ可能性は残っていると思います。皆さんは10人目は誰だと思いますか。It's One Piece 大好きもっち。今回のテーマはこちら。最新話994話に特大ヒント、カイドウは竜の能力者ではない。はい、カイドウの正体といえば未だにはっきりした答えの出ない非常に気になる部分でもありますよね。795話、自殺にて鮮烈な初登場したのがなんと2015年ですよ。もう5年前になっちゃうんですね。まずはもったいぶらずにどのコマが特大ヒントになったのかを発表しちゃいます。はい、ドン。このコマですよ。え、何がって思いますよね。よく見てください、このコマのこの部分。20年前のヤマトの姿こそ絶対に無視しちゃいけないポイントなんです。ズバリこの角なんですよね。20年前、当時のヤマトは8歳ということなんですけど、この時点で確実に角が生えてるんですよね。これがカイドウの正体に関する特大ヒントになります。悪魔の実の能力は子供には遺伝しないはずですよね。であるならばヤマトのこの角は明らかにカイドウの生物的な何かが遺伝したとしか考えられません。果たしてそれは何なのか、今回はそれをじっくり考察していこうと思います。まずはカイドウの竜の能力がヘビヘビの幻獣種モデル竜のものではないと考えられる根拠から見ていきましょう。 It's One Piece 大好きもっち。 Next。 最初の根拠はこちら。はい、まずはカイドウの能力を改めて振り返ってみましょう。今のところ確認できる竜型カイドウの技はまずボロブレス、炎ですよね。そしてその方向が雷になることも確認されてます。さらに993はお菊を襲ったカマイタチですよね。このように口から出す方向だけでも炎、雷、カマイタチを使えちゃうカイドウですけど、994は侍たちの覚悟を感じたカイドウはいよいよ本気モードといった感じで人間型に戻りました。大事なのはここです。ここであれって思いませんでしたか。ちょっと CP9 のことを思い返してみてください。ルフィ、ゾロ、サンジと相対した CP9 の主戦力ルッチ、カク、ジャブラ。そうなんですよ、普通ゾーン系の能力者が本気を出すときは獣人型になるんですよね。最近ではドレイクもエクスカリバ発動の時に獣人型になりましたし、ウルティもルフィを強敵認定して獣人型になりましたよね。でもカイドウはなぜかならないんです。これはなぜなんでしょうか。赤鞘たちの覚悟を目の当たりにしても本気を出すに至らないということなんでしょうか。いや違います。思い返して
してみると光月おでんと死闘を繰り広げた時ですらカイドウは人間型のままなんです。おでん相手に手を抜いてたとは思えませんからね。これはやはり本気じゃないからというよりは獣人型になれないからと考える方が自然ではないでしょうか。つまりカイドウは竜の能力者ではないっていう仮説にも真実味が出てくるわけです。続いての根拠はこちら。ワノ国編の一つの法則としてキャラが能力を発動した時に丁寧に能力名が出るんですよ。オロチ、キング、クイーン、ドレーク、ページワン、ウルティ、彼らは全てしっかり説明がありましたし、ホーキンスやライゾー、シノブのパターンでも読者に対して非常に分かりやすく悪魔の実の能力であることを伝えてくれていました。そんな中の例外がカイドウですよ。これだけ技を発動しているにもかかわらず能力名の説明が出ないんですよね。ただの幻獣士であればオロチの時やデボンの時のようにバシッと出るはずだと思いませんか。ちなみに同じ四皇のビッグマムに関してもソルソルの実の能力者だということはかなり早い段階で判明してましたよね。でですよ、これだけであればまだいいんですけど、問題は桃之助です。685話のこのシーン。桃之助はベガパンクの失敗作と言われていた人造悪魔の実で能力を得たんですけど、ゾーン系の表記もなければスマイルとの表記もなく、ただ竜と書かれているだけなんですよね。そしてもう一つ注目したいのは、桃之助もカイドウと同じく竜の姿と人の姿、この2つしか持っていないんです。カイドウの能力に未だに説明がないことと合わせて考えると、ただ能力を伏せているというよりも竜イコール悪魔の実とは別の力と考える方が妥当だと感じるのは俺だけでしょうか。さあ最後の根拠はこちら。パンクハザードにてルフィがローと同盟を組む際に彼の口から告げられたのは、百獣のカイドウって男はこの世における最強生物とも言われているという真実でした。これに対してナミが、え、何？人間でもないの？とリアクションしていることも印象的でしたよね。世界最強の男でも世界最強の海賊でもなく世界最強の生物である。要は最強生物たるゆえんは悪魔の実による特徴ではなく、もともと生まれ持った特徴のことを指しているのではということですよね。はい、こちらも今回進めている考察とは矛盾がないことになります。ひとまずこの時点で獣人型が出てこない、能力名が出てこない、最強生物という異名、この3つの根拠に加えて冒頭でお話ししたヤマトに角が遺伝しているということを照らし合わせると、ヘビヘビの実、幻獣種、モデル竜という可能性は極めてゼロに等しいと言えるのではないでしょうか。It's One Piece 大好きモッチスタート。今回のテーマはこちら、カイドウの正体完全考察。まず最初にこの考察の最初のきっかけとなった神のことをお話ししなければなりません。カイドウが竜型の姿で初登場したこのシーン、これ見た時皆さんは何を思いましたか？でかっ、かっけー、いろいろ感じたと思いますけど、俺が真っ先に思ったのはシェンロン。はい、そうです、ドラゴンボールのシェンロンです。そっくりじゃないですか。姿形はもちろんなんですけど、なんて言うんでしょう、構図っていうんですかね、あまりにそっくりすぎて思わずギャルのパンティを頼みそうになりました。なんでワンピースの考察にドラゴンボールが関係あるのか、これコアのワンピースファンなら周知の事実なんですけど、尾田先生は鳥山明先生のことを神と崇めて尊敬しています。そこへ来てドラゴンボールの象徴ともいえるシェンロンを思い出させる竜型カイドウの構図ですよ。カイドウの正体に関するヒントはドラゴンボールにあるだろうという仮説からこの考察は始まりました。しかし、あの尾田先生が神と崇めるドラゴンボールの物語をそのままワンピースに反映することはありえません。考えられる可能性として一番高いのが、ドラゴンボール内の設定を参考にしてアレンジするということでしょう。はい、この考察のきっかけ、ベースをお伝えしたところで、カイドウとベガパンクのつながりについてまずは考えていきましょう。It's One Piece 大好きモッチ NEXT。先ほどお伝えしたベースからどのようにベガパンクとのつながりを導き出していったか、その全てを発表しちゃいます。その方が分かりやすいと思いますんでね。まずドラゴンボールとワンピースの共通点をさらって、その後肉付けしていったんですよね。はい、まずはシェンロン。これは先ほどお伝えした通り竜型カイドウですよね。構図までそっくりでした。そしてドラゴンボールの中でシェンロンはどのように生み出されたか。はい、ナメック星人でしたよね。いわゆる宇宙人です。シェンロンは生態系の中で存在しているのではなくて、人の手によって生み出された生物だったんです。そして生物を生み出す宇宙人といえば、今のところワンピースの世界で該当するのは一人しかいないと思いませんか？ドクターベガパンクです。人間が500年かけて到達する科学力を持つなんて言われていますので、巷では月の民を含めた宇宙人説が定着しているのも当然と言えるでしょう。
そして天才科学者ドクターベガパンクから導き出されるのが天才科学者ドクターゲロです。軍のために人間兵器を製造していたドクターゲロでしたが、主人公の孫悟空によって軍は壊滅。そこからはただただ孫悟空への復讐に燃え、彼を殺すためだけの人間兵器を作っていくことになります。軍、人間兵器、悪の科学者というワードだけでも人体を巨大化させる研究が進められていたパンクハザードを彷彿させる設定ですよね。人体実験の痕跡、研究所に描かれたカイドウそっくりのマーク、これらも全てつながっているように思えてきます。そしてドラゴンボールのドクターゲロはついにその科学力で自分自身をも改造し、人造人間20号となってしまいます。これもベガパンクの故郷バルジモアでフランキーが自分自身を改造した描写に通じますよね。続いて根強いファンも多い人造人間8号です。はっちゃんですね。これもドクターゲロによって生み出された人造人間ですが、性格が優しく孫悟空と仲良くなってしまい、失敗作と言われてしまいます。これは桃之助が食べた人造悪魔の実の失敗作とのつながりを感じさせますよね。そして人造人間8号の数字の8ですよ。この数字の8がワンピースのどこにつながるのか、はい、ここです。カイドウの海賊旗に描かれた漢数字の8です。そしてここまでの流れをまとめると一つの物語が浮かび上がります。カイドウは天才科学者ドクターベガパンクによって古代巨人族と竜の能力を掛け合わせて作られた8体目の生物兵器、失敗作である。だいぶ飛躍した説に感じられるかもしれませんが、こう考えると辻褄が合ってくる部分が多々あります。まずはカイドウの竜の姿、これは破壊を目的としてベガパンクが作ったプログラミング。そして大きな2本の角、これはベガパンクがカイドウを作り出す際にベースにした古代巨人族の角。続いてパンクハザードの人工生物ドラゴンはそのサイズが小さいやつほど進化型っていうセリフ、このセリフも古代巨人族をベースにした生物兵器が失敗を重ねてコンパクトになっていった示唆になるのではないでしょうか。カイドウが古代巨人族の角を持ちながらサイズが抑えられているのにも説明がつきます。まあそれでもでかいっすけどね。そしてカイドウの海賊旗に描かれた漢数字の8、これはカイドウが8体目の生物兵器であることを表していたのではないかと考えられます。はい、ここまでいかがでしょうか。仮説に仮説を重ねた考察ではありますけど、当てずっぽの予測ではないことは分かってもらえるでしょうか。ただここで考えなければならないのがビッグマムへの借り、一生の恩です。ここまでの仮説をベースにカイドウが失敗作とされた理由、そしてカイドウとビッグマムの間に何があったのかを考えていきましょう。It's One Piece大好き Watching NEXTさあ、ここまでドラゴンボールとの共通点からカイドウイコールドクターベガパンクが生み出した8体目の生物兵器、失敗作というところまで考えました。ここで一度ベガパンクというキャラクターの人間性を思い出してみましょう。ベガパンクの生まれ故郷である未来国バルジモアに飛ばされたフランキーが知ったのは、彼が幼少期島民を助けるために数々の発明を残していたという事実でした。島ごと温める土暖房システム、島民の労働力となるサイボーグアニマル、彼の発明のエネルギーになったのはみんなを楽にしてあげたいという優しい心でした。さらに兵器としてすでに完成しているパシフィスタも、その名前の意味は平和主義者であるとも語られてますよね。そんな心優しきベガパンクが不本意ながら生み出してしまった最強の生物兵器カイドウに対して何を思うでしょうか。はい、失敗作です。カイドウ開発の動機こそまだはっきりしませんけど、ベガパンクは完成間際とんでもない兵器を生み出してしまうかもしれないという恐怖に襲われたのではないでしょうか。そしてドクターゲロが人造人間16号を世に出さなかったように、実は完成していたにもかかわらず失敗作という烙印を押し付けて闇に葬った、そんな物語を想像することができます。ただその後も研究結果を求められるベガパンクは調整を重ねて桃之助が食べた人造悪魔の実を作り出したと。それでもまだ失敗作と言っていたのはカイドウという失敗作を元に作ったから。こう考えると長年謎に包まれていた桃之助の人造悪魔の実に関する全てがスッキリすると思いませんか。さあ話を戻しましょう。闇に葬ったはずのカイドウがその後どうなったか。ここで登場するのがロックス・D・ジーベック。
40年前全海賊の覇権を握っていたとされる D の名を持つ大海賊ロックス、彼が世界の王になるという野望を持っていたことは皆さんご存知ですよね。白ひげ、ビッグマム、金獅子などなど戦力をアップさせることに力を入れてきたであろうロックス、彼にとってカイドウという人間兵器はぜひとも手に入れたいものだったと考えられます。そしてロックスは世界のタブーに触れすぎたという戦国のセリフからも軍の極秘研究の情報を得られる可能性が高いことも伺います。さらに40年前ロックス海賊団の一員だったビッグマム、はい、ここからは皆さんが想像してくれている通りの物語です。要するにロックス海賊団は生物兵器カイドウの存在を嗅ぎつけて見事回収に成功。しかしピクリとも動かないカイドウ、ここでビッグマムがソロソロの身の能力でカイドウに魂を入れ込む。ビッグマムが言う一生の恩とはカイドウを暗い闇から解放してあげた恩、そして命を吹き込んであげた恩、このように考えられます。そしてカイドウはそのまま見習いとしてロックス海賊団に入りゴッドバレー事件に巻き込まれていくと。さあこの考察の全貌がはっきりしてきたところで最後にカイドウの死ねない理由、自殺願望、死は人の完成、この意味に関して考えていきましょう。It's One Piece Daisuke Mochi Next。 さあここまでいかがでしょうか、ついてきてもらえてますか。もう少しですので最後までお付き合いくださいね。ドクターベガパンクが作り出した生物兵器にビッグマムが魂を吹き込み誕生したカイドウ、最後に解決したいのがカイドウの死に関する謎です。ひとまず死ねない理由に関してはクリアと考えていいでしょう。古代巨人族をベースに竜の力をプログラミングしただけでも無敵なカイドウですが、ビッグマムのソルソルの身による恩恵もあります。ホーミーズは切られても死なない描写がありましたよね。そしてそもそも能力者ではないので海に落とされても平気で生き延びるでしょう。そしてここで改めて思い出してほしいのがビッグマムとカイドウのやりとりです。これ言い換えると昔は感謝の一つもしてたが今は違う、そう捉えることができると思いませんか。これがカイドウの死に関する残りの謎を解き明かすヒントになります。つまりカイドウは40年前自由を与えられたこと、生命を与えられたことに感謝していた。しかし何をされても死なない自分の存在に嫌気がさしてくる。さらに追い打ちをかけるように死を経て伝説となる男たちの姿を目の当たりにしていく。死ねないなんて人間じゃない、俺は何のために存在してるんだ、俺だって人間になりたい、死ぬことさえできれば人間になれるはず、死は人の完成だ。はい、こう考えていくとカイドウの願いは至ってシンプル、ただただ人間になりたいという思い一つなんです。これワンピースに限らず心を持ってしまった機械の願いとしてはシンプルだけど共感度の高い一番納得のできる結論ではないでしょうか。さあどうでしょうか、尾田先生が神と崇めるドラゴンボールとワンピースの数々の共通点。そこから導き出されたカイドウが8体目の生物兵器だと考えられる確かな根拠。一生の恩につながるロックス、ビッグマム、カイドウの40年前の物語。そして心を持ったカイドウの人間になりたいという唯一の願い。カイドウに関する数々の伏線、これらをつなぎ合わせることによって導き出されるのはやはり、私は貴様を救った。信じるか信じないかはあなた次第ではあるんだけどね。まあ、今回の考察に関してはそこそこ自信があるっちゃあるから、やっぱり信じないよりは信じてほしい気持ちの方が強いですよ。そりゃあなた次第とは言いつつもさ、まあでも強要するのは良くないから。